え皆様こんにちは。木村佳子ですえ、今日は2022年1月26日水曜日ですねえ。今日はこんなお話です。え。さてえ、今日はですね。要はニュースに転がされてるだけ投資家なら目覚めよ。すべてのマネーが向かう先と題しましてお送りいたします。さてですねコメントをありがとうございました。 えー、住友林業をお買いになったんですよね。えー、今日はちょっとそのお話をさせていただきますね。今、画面にお示ししておりますのは、住友林業の最大チャートなんですけども、終わり値ベースはこの値段ではありませんので、えー、ちょっとご注意くださいね。えー、まず、コメントいただいた銘柄、住友林業ですね。1911。えー、東京都千代田区大手町に本社があって、林業、木材、建材、えー、住宅事業、 不動産事業を営んでいる会社ですね。木材、建材事業よりも、住宅不動産事業での売り上げが大きくなっている会社です。さあ、お買いになった。これから先心配ですよね。ぜひご一緒に研究していきましょうね。今日の住友林業の株価は2028円3円安で引けたんですけれども、まあ今画面に見ていただいているような木のぬくもりを楽しむような住宅の提案をされていて、 一定の人気がありますよね。また新しい取り組みとしましては、あその木造ビルなんていう話題もありましたね。まあ、お買いになった後、展開してくれればいいんですけども、いろんな側面から分析していきたいと思います。まず、住友グループ全般に言えることなんですけれども、え住友という、ね、名前がついた各社はえ、社員の年収が高めですよね。住友林業さんの方も、 平均年収の推移は、だいたい年齢が42、3歳で858万円から9万円どころ。結構ね、今の時代にはいい数字じゃないでしょうかね。で、えーまあ、42、3歳となりますとどお、お子さんが小学生とか中学生だと思いますので、まあ、これでも足りないよというね、えー、声が聞こえてくるかもしれませんけども、それにしても立派な数字だと思いますね。 で、もしもですね、この5000人の、単体5000人ほどいらっしゃる社員さんに、800万から900万円の、え、年収をですね、与えるとなりますと、それだけでもすごい売り上げがたくさん必要ですよね。なので、やっぱりその、一定の、インセンティブをつけて、営業に励んでもらうというようなね、働き方になるみたいですね。 で、住友林業さんの株価なんですけども、まあなんか調整していて、ちょっと買いたくなるような足取りなんですが、まあちょっと気になるところもありましてですね、それがこの点なんですよね。今、住友林業さんに限らずですね、工務店さんなどもとても困っているのが、例の感染症でですね、ベトナム工場などで作っている部品の生産がどうも供給不足でして、ガス給湯器などの部品が入らず、製品の納期遅れになっているんですね。 私のあの事務所も今、改装中なんですけども、全く目処が立ってないです。あの何しろ、ウォシュレットの部品も足りないので、本当に希望するトイレは付けられませんでしたし、次の給湯器が手に入らないので、1月からですね、もうすでに工事を、追加工事をやらなくちゃいけないのに、公務廷さんの話では全く材料が入る目処がないんですって。なので、 まあその住友林業さんは特に痛かったのが2021年のウッドショックですよね。原材料調達がですね、材料高、材料不足、そして、えー、昨今のエネルギーの価格上昇などもありますよね。なのでそのコスト高を売価に反映できるかどうかなんですけども、まあ消費者の暮らし向き動向にも注目ですよね。まあ日本の、まあ、主要なお金を持った方たちが よし、木造住宅でも建ててみようかと思ってくれないことには、いくら営業さんが頑張ってもですね、えー、うまくいきませんし、また、せっかく契約が取れても、部品生産が追いつかない点でですね、ちょっとこれから先、えー、業績にブレが出てきそうですよね。なので、まあ現状ですね、まあ私が希望する、まあ、もしももう買ってしまって、 えー、おしめ狙いなんだ、追加買いするんだっていうのであれば、1483円どころにこの線を引っ張ってみましたので、まあ、このあたりまで引き付けて、もう一つ二つ買ってみてはいかがでしょうか。まあ、なかなかいい会社ですからね、えー、引き付けて買えれば、また新しい時代に新しい木造住宅という夢が広がっていくんじゃないかなというふうに思います。えー、何かのご参考になれば嬉しいです。さて、今日のテーマのですね、 え、投資家だったら、わからなくちゃいけないですよ、と。ニュースに煽られていては、本質を見誤るということですよね。お金の流れていく先は一つじゃないですか。なので、ぜひですね、この、いろんな、危機シナリオに、あまり過剰反応するのはどうかな、というふうに思います。 今盛んに言われておりますのが、ロシアがウクライナを侵攻するんじゃないか、ウクライナに侵攻するんじゃないかと言われていることなんですけれども、まあこれをもってしてですね、石油の値段は上がってるし、まあ何か地政学リスクを、お盛んに言って心配している声が聞こえてきますよね。でもこれって北朝鮮のミサイル問題とか、かつてのですね、えー、もう名前も忘れましたね。あの中東でいろいろあったじゃないですか、シリアですとか、あんなんと同じ匂いですよね。 ロシアが、あその、ウクライナに侵攻する、侵攻する。だから危機なんだ。危険なんだ。え石油の値段も上がってるでしょう。みたいな話はですね。まあ、すすをですね、お化けに見せる装置の一つじゃないかなと私は見てるんですけどね。えー、この JP プレスにですね、杉浦俊博様がお書きになっていたコラムもですね、全く私と見方があ似てるなと思って、えー、感激しました。JP プレスにお書きになっている杉浦さんのお話も、 まあ、そんなこと言ってるのはですね、えー、欧米日系マスコミと評論家だけなんだよと。まあ、あったとしてもですね、そんなね、えー、危機を煽るような報道の仕方はいかがなものかみたいなことでですね、まあ私も全く同感ですね。もう北朝鮮のミサイル問題とか、あのシリアの問題とかと全く同じ匂いの話ですね。 で、ロシアがウクライナを侵攻するよ、侵攻するよと言われれば言われるほどですね、原油価格が値上がりしますよね。で、これはですね、中東マネーにとっては美味しい話ですよね。ロシアにとっても悪くない。何しろ原油しか売るものがないんですからね、ロシアはね。なので、えー、折からのその仕掛けを見ていきますと、ちょうど今 FOMC が開かれているところ、で、FOMC はインフレ退治でアメリカの金利を引き上げるんじゃないかという いるうそういう話ですよね。でも、金利が引き上がった米国債って魅力的だから、みんな米国債を買うじゃないですか。そうすると、アメリカはファイナンス大成功ですよ。そして、FMC で金利の引き下げの数字がですね、まあ、回数がおとなしめであれば、なんだ、ハト派じゃないかっていうことで、また株価が上がってくるわけですよね。えー、米国債も嬉しい。 アメリカ株式も嬉しい。すなわち、アメリカがどっちにせよ大儲けできる仕掛けが、このロシア・ウクライナ問題じゃないのかな、というふうに思います。なのでですね、中東マネーを豊かにさせて、中国に代わって米国債の買い手にするには好都合な仕掛けなんですよ。ロシアもお金が儲かる話だから黙ってるだけで、まあ本当は、 アメリカの米国債、ファイナンス大成功。そして、ほとぼりが冷めた頃、またナスダックは上げる。また、ニューヨークダウ工業株30種平均も上げてくると思いますね。なので、こんな話にですね、本気出して心配してるのは本当バカバカしいと思います。えー、さて、え、こちらですね、え、ナスダックの終値ベースの週間ゴールデンチャートの週足ですね。まあ、大きく調整をしているんですけども、 この時もそうでしたよね。ただただ下がってまた大きく引き換え、大きく上がってきましたよね。今調整してるところ、心配しないで買ってもいいと思います。そしてですね、こちらは S&P500 ですね。こちらも過去、ずんずく下がった時期がありましたけど、上げ方見ていただきますと、本当にすごいですよね。まあ、こんなに上がったんだから、もうちょっと安く買いたいなっていうタイミングを今伺ってるところだと思いますね。私はだから全く心配していないです。 さて、こんな情勢でもですね、えー、非常に決算がいい会社たちがあるんですよね。例えば、ーコード番号4327ですとか、7198とかあ、あるんですけども、まあ、こちらでもいいんですけれども、まあ、森永乳業、まあ、乳酸菌がですね、お腹を元気にして免疫力を高めるなんていうことでですね、評価してもいいと思いますけども、今日は1721コムシスを挙げておきたいと思います。1721コムシスですね、まあ、どっちにせよ いろんな仕事が発生する会社がいいですよね。まあ、ご心配であれば、できるだけ東証一部のですね、しっかりした銘柄を買っていただくといいと思います。そしてその理由は、あこの後ちょっと雑談しますので、聞いてくださいえ。ここからは少し雑談をさせていただきます。私がまだ駆け出しの株キャスターの時ですね、えー、もう今は亡き株式評論家、経済評論家の先生から、あこんな話を聞きました。 あその先生はですね、どんな銘柄がいいですかっていうふうに取材いたしますと、必ず有料株をおっしゃったんですね。で、当時の私は、あまだまだね、駆け出しでしたので、もっと血湧き肉踊る、え、そんな銘柄あるんですかみたいなですね、未知の銘柄、成長性のある銘柄の名前が聞きたかったんですけども、その先生はいつもハンデ押したように有料株をおっしゃっていました。 なんかつまんない古い人だなって心の中でちょっと思ったことがございました。でも今自分がですね、えー、株式市場何年か眺めてきた結果、あの先生もこういう思いでおっしゃってたんだなということがわかる気がいたします。まあ、どんないい株でも成長性に期待して買った株はですね、 日に大成長するものは本当に千に三つですね、鮮密の世界です。そしてあとはあ急落したりですね、まあ、中にはもう十分の1、30分の1、まあ本当に信じられないような安値に転がり落ちる元成長株もあるんですよね。で、その点ですね、まあオーソドックスなオールドエコノミーに入るかもしれない大企業はですね、まあ、腐ってもたいと言ったら失礼なんですけども、 いつかは事情作用でもって株価が10年サイクルで戻ってくることを経験いたしました。そこでですね、やっぱり大損しないためにはあまり成長株に軸足を置いてしまうともう本当ギャンブルの世界になってしまいますので痛みに合わない、やけどしたくないという方は有料株の比率を高める方がいいのかなというふうに思います。ぜひですね、堅実な資産運用で 株をやってよかったなという成果を手にしていただきたいなと思います。私もそういう点では自戒しています。時々ですね、スケベル根性が出てですね、なんかこう、血湧きにくわる銘柄がいいんじゃないかっていうことで、IPO 銘柄の中の外れ銘柄に当たることもあるんですよね。そんな時に、ああ、やっちゃったなんて思います。なので、えぜひですね、有料株の比率もある程度、まあ、つまんないかもしれな、いしめはしれませんけども、えー、考え直して、 比率を高めていただけたらなというふうに思いますそれではまた金曜日にお目にかかりましょうまた金曜日皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります